舞台整頓。開始。第3特殊武器防護隊は師団唯一の科学科部隊であり、核武器、化学武器および生物武器に対処して師団の作戦を支援する部隊です。科学科部隊は過去に地下鉄サリン事件や東日本大震災では原子力災害派遣にも従事しました。検知終了。汚染物質が特定され、汚染範囲も特定しました。これから携帯除染機で高濃度汚染部位の除染を開始します。現在高濃度汚染部位に対して有毒化学剤の中和除染が行われています。使われている機材は携帯除染機で、地下鉄サリン事件でも複雑多岐な地下施設や列車内の除染に活躍した機材です。除染終了。特殊武器防護隊の偵察部隊による除染が終わり、偵察部隊は離脱します。汚染地域が無力化されました。これにより機関は有毒化学剤を考慮することなく完全に除染することができました。最後は和歌山県議です。和歌山県議は和歌山の和を不安化したものです。
情報です。行進曲は陸軍分裂行進曲です。次に行進してまいりましたのは第7普通科連隊です。指揮官は佐藤則人一等陸佐です。81ミリ発見を開始した。
続いて、公演してまいりましたのは、第3施設内隊です。次回は、林田義明、伊藤一華です。続いて、公演してまいりましたのは、第3施設内です。
伝統大会です。